鉄の支柱を使うことで支柱のシステムが完成しました。ということで今回はアーチ型ネット支柱に続いて、ナス、ピーマンなどの仕立てに使っている柵型支柱、こちらの説明解説をしていきます。飛行機栽培特化型の支柱です。8年間の集大成、だんだんどうもカービィです。ということで今回はナス、ピーマンの支柱の話をしていきます。名前はですね、柵型支柱と言います。柵です、塀とかのね。で、以前竹で作ってた時はですね、低位柵型支柱ってちょっと長く言ってたんですけど、まあ要は柵型支柱でいいです。このやり方は、まあ私がそうだ、ナスとかピーマンとか栽培している中でやっぱ支柱って必要なんですよ、どうしても。身の重さで倒れてくるんでね。で、そのままでも栽培できるかとも試してたんですけど、やはり、生育後輩になってくると身の重さで倒れるし、8月、9月、台風の時期、風なんかでも煽られて倒れてしまう。ということで、支えが必要なので、まあ普通の栽培と一緒で支えをやろうと思っていたんですが、なかなかめんどくさいじゃないですか、支柱って。そして、なるべく、楽にやりたいっていうことがあって、設置しっぱなしにできないかなと思っていろいろやっていたんですよ。私がこのビニールマルチを使わずにやるもの栽培方法と非常に相性がいいというか、唯一と言っていいぐらいのメリットになるんですよ。この支柱を設置しっぱなしにできる。マルチを張る栽培だと、そのマルチを張るために支柱とか他のものが土のところ、畝にあると邪魔でしょうがないわけですよ。だから普通は一般的な栽培だと毎シーズン支柱を撤去したところを耕して肥料やら堆肥やら入れて、平らにしたところにマルチを張って、そしてまた支柱を立てて、で組んでいく、で撤去してマルチを剥がしてまた繰り返す。これをやっていると思うんですけれど、私の場合はまずマルチを張らずにできるかっていうところが一番結構基本にあって、でそのマルチを使わないとなるとプラスのメリットとして、その支柱を立てっぱなしにできるって思ったんですよ。そこからそのアーチ型支柱とかこの柵型支柱の構想ができて、でそれでいろいろ試してきて、去年一昨年ぐらいまではそれを竹でやってたんですが、やっぱ竹だとね、これアーチ型支柱の時も言いましたけど、耐久性がない素材そのものに。ということで去年からその鉄の支柱を手に入れることができたんで、そこに、さらに買い足して完成しました。でそれがこちら。これですね、縦に刺しているのがこれ21ミリかな、21ミリの鉄管で、横に刺し渡しているのが19ミリの鉄管です。トマトの釣り支柱の時にちょっと間違ったのが、あれ縦に刺している鉄管は21ミリです。失礼しました。そこまで強度変わらないんですけど、やっぱ21ミリぐらいの太さの方が安心感あります、縦のやつはね。でこの長さが短いんだったらそこまで太くなくてもいいんですけど、まあ21ミリかせめて19ミリぐらいの鉄管です。イボタケだと、イボタケって実は耐久力弱いんですよ。3年5年ぐらいしたら多分ね、中が錆びたり、その塗装面のプラスチック、ビニールかわかんないけど、その樹脂の部分が剥げてきてダメになります。あと打ち込みとかの力にもねちょっと弱いんですよね、実は。なので立てっぱなしにする、で5年以上10年とかそのまま使い続けたいっていう点で、このむき出しの鉄管、これはビニールハウスとか雨よけハウスとかそういったものを組むための鉄管です。のこの亜鉛メッキっていうのかな、これがいいです。はい。でこいつを使って止めてるのはこれクロスバンドです。ここちょっと映んないかな。そのまま設置の話に入っていきますけど、これね、まず縦に、これね、2.4 メートルかなの、鉄管を半分に切ってます。パイプカッターってやつがあるんで、それで簡単に切ることができます。なので、1メーター20センチになったやつを40センチぐらい打ち込んで、高さがだいたい70センチから80センチぐらいのところになってます。で、それぐらいの高さのところに横棒で、これ、19ミリの鉄管を渡して、それをクロスバンドっていう、これね、こいつで止めてます。これのいいところは簡単に外せるんですよ。こうやって切ってやるだけで。ね。高さの調節もできます。まあ、でも一応設置したらそのままにしたいですね。あとは、その横棒を変えませば、その高さを、この、なんていうかな、2段階にすることもできますし、縦に刺す鉄棒の長さをもっと長いものにすると、もっともっと上の方で仕立てることができますけれど、まあ、この自然農というか、無施肥栽培でやると、ナスってそこまででかくならないんですよ。
だからこの120センチを打ち込んで70、80センチの高さでまあまあ十分かなっていう高さです。ちょっと不安なのであれば150センチぐらいの高さで、50センチ打ち込んで1メートルぐらいの高さ、これぐらいだが多分無施肥栽培だとね、まあほどほどでちょうどいいです。これあんま高くなってくると今度ね横の力に弱くなってくるんで、あの横に支えもいらなきゃならないですからね。というところで、まあ、打ち込んだ状態、40センチぐらい打ち込んだ状態で、だいたい1メートル前後あれば十分かなと思います。ピーマンだったらもっと短くていいですからね。はい。というふうに、まず、鉄管打ち込む。で、それを、これはね、3メートル30センチぐらいの、この、パイプなんですよ、横棒が。3メートル35度ぐらいに打ってあって、その間に1個打ってあるから、だから、だいたい、この間が 1.7 メートルぐらいの間隔かな。で、ピッチが打ってあります。このあたりはですね、まあ実際に使う支柱の太さとか強度とか、あとは支えるものによって調整していったらいいんですけど、とりあえず私はこの横棒が3メートル36センチの鉄管を用意したんで、その継ぎ目のところでまず、縦の棒を打ってます。で、これだけだとちょっと弱いので、その間にも打つっていう、あの、ピッチでやってますね。これ、カインズで買ってきた横棒な、あの、鉄管なんですけど、これいいのがね、45センチピッチでね、これ、この印が打ってあるんですよ。やりやすいですね。はい。という感じになってます。で、そこに、この、麻紐でピッて引っ張って、ナスのこの、二股に巻かれるところ、に引っ掛けて吊るしてあります。ここを引っ掛けるだけでも結構持つんですよ。これちょっと性格悪いからあんまり参考にならないけど、この辺、これ緑ナスですね。この辺いいな。これ、麻紐でこう、吊ってあって、この二股になっているところに引っ掛けて、これを上に吊ると。で、この基本二本立ちでやってます。二本立ちやって、この、伸ばす枝を同じように、あの、麻紐を吊って、ここで引っ張ってあげる。っていう感じかな。で、これ以上伸びてきたら、もうあの、もう上を一回切って、その下の脇を伸ばしてっていう方がいいかなと思います。そう、この路地でやるとどうしてもですね、この風が吹いてしまうと、風で倒されやすくなるので、だから、なるべく低くしたった方がいいっていうのもあるんですよ。まあ、ちょっと資材の都合もあるんですけどね。そういうことをいろいろ組み合わせて考えた結果、ちょうどいいかなと思ってこのサイズでやってます。うん。それと、この立てっぱなしにすることのメリットがまだありまして、その話をしていきますね。夏野菜はこのピーマンとかナスを栽培してます。そして、秋冬から翌春にかけてはここにそら豆なんかを栽培しても使えるんですよ。そら豆って結構上に伸びる、高さが1メートル前後ぐらいになる割にあの弱いんですよ。横風に弱い。なのでその風で倒されちゃうとどうしてもその根っこから傷んであのうまく育たないで弱ってしまうっていうのがありますから、その大きくなってきた時にあのこういう風に真ん中に棒が立っているとこれで一回引っかかりますね。ここで。でさらにあの有機栽培やってる場合でも使うんですけど、このラインにそら豆を植えたとします。その両端に杭みたいなのを打って、その杭から端の杭までこう、ロープでこう囲むんですよ。そうやって縛ってあげると、そのロープでも支えられて倒れにくくなるっていうのがあります。それに使えます。うん。はい。ということでね、夏はナスとかピーマンに使うことができて、秋冬春はそら豆に使うこともできる。あとはですね、このシンプルな構造だからこそ、あの、邪魔になりにくいんですよ。ナスの支柱って、あの、X 型とかいろいろあるじゃないですか。あの、細々と、なんていうかな、一本ごとに支柱立てるとか、いろいろやり方あるんですけど、そうなってくると、ここの隙間が狭くなっちゃって、草刈り切れにくくなるんですよね。うん。それもややこしいです。だから、立てっぱなしにするにあたっては、なるべくこの縦の棒の間隔を広く取ることで、草刈り機を入れやすくなります。はい。で、鉄管だったら、ナイロンコードだったら全然傷がつかないんですよ。あの、さすがにチップ層が当たると両方痛むんですけど、チップ層を使わずにナイロンコードの草刈り機だったら全然鉄管は無事で済ませられます。なので、草刈り機を使った除草もできるし、立てっぱなしにしておいてもそこまで邪魔にならない。で、秋冬野菜、白菜なんかの栽培もこれで十分できます。で、他の小さい、小松菜とかカブとかそういったものを栽培できますし、大根なんかも別にできます。というふうに、立てっぱなしになってもそこまで邪魔にならないっていうのが、このシンプルな構造
のいいところです。うん、まあどうしてもこの横棒が邪魔だったら横棒だけ撤去するっていうのはありです。うん、縦の棒を抜いて刺すっていうのは結構地味に大変なんで、縦の棒さえ刺さっていればまた翌旬ナスとかピーマン栽培するときにこいつを渡せばいいですからね。というふうに、まあ一見かなりシンプルに見えますけど、いろいろ考えた結果ここに行き着いているんですよ。でこれとこの隣にあるアーチ型ネット支柱、この組み合わせでオールシーズンいろんな野菜を栽培することができます。ネットの方では、つるものである、夏だったらキュウリ、ゴーヤ、インゲン、そしてトマトのネット支柱栽培ができますし、そしてこの柵型支柱のところでは、高さが低くなるけど支えが必要なピーマンとかナス、こういったものを栽培ができます。で別にこの支柱を使わずに、あの地面の方を這わせて、他の夏野菜かぼちゃとかね、地梅系のものを栽培してもいいわけです。何しろ立てっぱなしにしてそのまま栽培に使うことができる。そして工夫次第ではいろんなものを同時に栽培していくことができる。その面白い組み合わせがここの8年間の集大成として出来上がったこのアーチ型ネット支柱と柵型支柱の組み合わせでございます。完成形とは言いましたけど、こいつを設置したのは今年が初めてです。なので本当にこれで正解かどうかだったかが分かるのはまた来年の話です。はい、さらにこの時期にナスの支柱設置するっていう人よっぽどいないと思うんで、あんまり実は需要がない動画だと思うんですけれど、また来年、春先にこの柵型支柱とアーチ型支柱の話をね、もう一度動画にしようと思いますけれど、まあ、こういうやり方もあるよということで紹介しておきます。ではこの後はですね、実際ナスの麻紐の結び方、誘引の仕方なんかを紹介して終わろうと思います。はい、あ、ナスの仕立て方なんですけど、V 字のところを上に吊って、でそのまま2本仕立てで基本伸ばしていくですが、日本茶ってのはこの伸ばしたいやつを2本、こいつをずっと伸ばしていくけど、そこから生えてくる側枝は、実を1個収穫したら、根元からバッサリいく。根元からバッサリ切るやり方です。そうしないと、わけがわかんなくなってくるんですよ。これはちょうど、それができるタイミングなんで説明しますね。で、これでいくと、こっちが、主茎になるのかな。で、これ一番花がついたところです。で、ここの側枝が伸びて、ここに一花できています。本来は、これ花が咲いたタイミングで、この線、本来はこの花が咲いたタイミング、こいつに花がついたところで、この上の1、2枚の葉っぱ残して、ここで摘心しておくんですよ。ほい、こうやって。はい、こんな感じ。そうすると、この上の葉っぱで光合成した栄養分がね、このナスに行くんで。で、こいつを収穫します。収穫したら、この、枝がいらなくなるので、根元からバッサリ切る。はい。これを繰り返していくと、主茎と第一側枝の2本をどんどん伸ばしていくことができるわけですね。今、ちょうどね、この主茎の方の、もう一個上に、これ側枝、こっちが側枝ね。葉っぱが落ちちゃってるけど、葉っぱと茎の間から出るのが脇芽です。葉っぱ落ちちゃってるけど、ここに葉っぱがついてたんですよ。葉っぱと茎の間に出るのが側枝です。だからこれが、脇芽ね、脇芽であり側枝で、これの葉っぱが1枚2枚いったところ、3枚いってあるなっていうのは、いや、で、あの花が咲いて、今これ実になってるところです。これね、ここに今つぼみが、つぼみじゃん、ここに今実ができ始めてるところです。で、この実、花房から1枚2枚いって、で、その上にまた3枚目が出てますから、出てて、で、さらにここから伸びようとしているんですよ、ここ。なので、もうこの花が咲いて、つぼみができたタイミングで、この花房の上の1枚2枚残して、ここで、ちょきんと切っちゃいます。これで、芯止めしても、これ以上伸びない。うん。で、この上に1枚2枚の葉っぱがあるから、これで十分光合成した養分が、こっちのナスに来ているわけです。で、このナスを収穫したら、さっきと同じように、こいつが、この、側枝の生え際である、ここからバッサリ切っちゃうというやり方です。で、こっち、主茎の方は、実を取っても、そのままどんどん伸ばしていって、まあ、2本、長く伸ばしていくという感じです。なので、この、柵型支柱であれば、この、主茎になるところと、第一側枝を、この、鉄パイプから吊ってあげれば、それで完成という感じですね。はい。
この設置しっぱなしにするこのアーチ型ネット支柱とこの柵型支柱の組み合わせでほぼ完成ですね。でこの間はこの一番下の横棒から45センチのところに設置してあります。これぐらいがちょうどいいかなって感じなんですよ。このドセンターで4、このうねのベッド幅っていうのかな、うねの幅自体が一応120センチで最初設計したんで、でこれでちょうどね中心ぐらいなんじゃないかな、この両この柵型支柱のセンターとちょうどいい間隔になるので、はい。だからまあこのうねのセンターから両側に20センチずつぐらいのところにあるって感じかな。はい。まあこれね、先にこのアーチ型ネット支柱設置してあったんで、そこを基準に設置した感じです。うん。でもちょうどいいですよ、こんな感じで。はい。ちなみにこれがですね、カインズで買ってきたやつで、これ1本でね、1本確か600円ぐらいなんですよ。だから10本セットでね、6000円ぐらいです。で、これ、オスメスになってて、これ同士は連結できるので、まあ繋げば繋ぐほどどこまでも長くできますね。うん。こんな感じ。で、ここ、うちの場合、この一単位がだいたい20メートルぐらいなんで、そこだと5本かな。5本、もうちょい少ないか。うん。6本だと長いんだよね。ええ感じでやってますかね。